こうしてますよね。こうしてて頭の位置がみんな押さえ込みたいからってこうなってる時あるんです。これ返し方として首を上げさすっていうのが返しであるんですよ、まあ、例えばこれを上げますで足を上げて、もしくはこう上がったところこっちから襟、僕襟を取ってこっちかを取ってブリッジでこう返すっていうのがあるんですね。ですのでこの時、あ、押さえ込みの注意点としては何点かって、こっちの足をさ絡まれる、足を絡まれるで、絡まれないように上に上がっていきます。で、頭を足をかけられないようにこれはしっかりと上げる。で、襟も取られないようにしっかりとブロックする。この状態しっかりとこの状態をキープして、この手も抜かれないように、この手はこの手はブリッジ、一瞬でブリッジするとこの肘が抜かれるんで、スポッとこう抜かれるんで、そうすると一気にバックを取られるんで、ですので注意点としては、今上からかけてる人の注意点としては、この足を絡まれないように上に持っていく、この肘が抜けないようにしっかりと抱え込む、頭が持ってられないようにしっかりと顎を、だけど真ん中にすぎるとこれなんで、しっかりこの頃はこの感じをしっかりとできます。